皆さんこんばんは。いつもチャンネルのご視聴ありがとうございます。かなたです。最近だんだんと冬が近づいて気温や水温が下がってきてるわけですが、そんな中今年もあとわずかながら割と天気がいい日が続いてあちこち撮影ができましたが、その分編集が追いつかずちょっとアップが遅れている状況ですが、そんなとある日自宅で編集をしていながら、とてもいい天気で紅葉も深まり、少し紅葉の色づく水辺を映像に残しておきたいなということで、そんな近場の小さな水辺の旅を手ぶらで普段着で行ける意識準備をするほどではないけど、ちょっと水の上をパドルに水の重さを感じながらぶらり出かけたいな、そんな感じの旅をご紹介できればと思います。
そんな感じで今回は東京都大田区の街中にありながら四季の自然が豊かでサップやカヤックで海に出れない時でもゆっくりと水辺の上を楽しめる仙足池公園をご紹介しましたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。というわけで次回は美しい紅葉に染まった富士山のふもとの水辺をサップで2つの湖を、そして暗闇に広がるもみじ祭りのライトアップの空間まで、そんな感じでアップができればと思います。というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。